皆さん、こんばんは。ティンダーのミラクルボール、キントです。昆虫食材、大体わかりますか？いろいろ昆虫食材、いろいろありますけどもね、そんなにお利用したものもあれば、いろいろ、はい、人と食材としてはびっくりしちゃいますね。はい、昆虫、はい、虫、やっぱりいいんですね。はい、タンチュラ、いろいろ何でも食べられますが、食用本当にいっぱいいるでしょうか？はい、やはり人類によって全然違いますけどもね。はい、牛、コオロギとかミツバチとかいろいろです。蜂のあれ、蜂の巣あれは食べれますね。シロアリ実は食べれるんです。必要な食材、これ海外でよく食べるんですが、蜂はね、蜂蜜やっぱり美味しいですね。昆虫嫌う人は一番多いですね。クモ食べます人いるけど怖いです。昆虫は古代から始まってます。食は、はい、昆虫食海外から由来、ヨーロッパでもいろいろ進化してますよね。はい、昆虫食食べたくないです、私は。食べ、あとはカイコのメニュー、あとはハエも食べるんですよ、実は。いやー、怖いね。嫌ですね。はい、ごちそう、本当にイナゴいっぱいいます。確かに昆虫食、イナゴがやっぱり定番ですよね。いろんな群れいて、長いでもよくあるね。はい、オーストラリアでもいろいろこうしたもの満載。はい、昆虫食いろいろですね。はい、アリだったり、中国でもまあいろいろいますけどもね。酒を使って、スズメバチ、あとインドでもよくやります。日本は実はハチの子、やはり長野ですね、特にメキシコでも、海外でもいろいろ調理してますね。はい、昆虫食やっぱりね、皆さんは食べたいかな。オオサゾウムシとかいろいろ、はい、コオロギもそうです。はい、あとはいろんなジレンマがあるからですね。はい、というわけでいかがだかな。伝統的なもの満載ですけども、今回は昆虫食の歴史でした。バイバイ。